天候とは、今までの方向、方針、進路、職業、好みなどから変えること。また思想や、政治的な主張や立場の変更、特に弾圧により、共産主義や社会主義の立場を放棄すること。ここでは主に後者について述べる。また、同義語は、変説変説したものへの批判、非難、あるいは部別的な表現として、変説感がある。 類似する概念として、近世に行われたキリシタンに対する仏教、神道への改修、帰怯の教養が挙げられる。帰怯したキリシタンのことを転びキリシタンと呼ぶ。戦前には、特別高等警察や憲兵、検察などによって高難あらゆる手段を使って、主義者の過激思想を放棄させようとするのが、国家の思想政策、思想行政であった。その際に、 組織からの離脱を心理的に容易にさせるため、これは変説ではなく、正しい路線に転じ向かうのだという論法が用いられた。これが天候の起源である。戦後、思想、良心の自由が保障されるようになってからは、ひよった、転んだなどと軽蔑される傾向がある。ロシア革命やドイツ革命で、帝政国家が倒されると、社会主義思想が高揚し、 1922年に日本共産党が非合法のうちに結成された。しかし、政府は普通選挙の実施と引き換えに治安維持法を制定して、これらの動きに対抗した。第1回普通選挙の後、3.15事件、4.16事件と共産主義者らの一斉検挙が行われた。1928年の3.15事件で検挙された。 水野茂原日本共産党労働者派は、極中天候第一号とされ、1933年6月には、日本共産党委員長の佐野学は、鍋山貞地下と共に、極中から、天候声明を出した。どちらも京都学連事件でも指揮を取り、後に、思想犯保護観察所を作る東京地方、裁判所検事の平田伊佐が関わっていた。 共通点として、ソ連の指導を受けて、共産主義、社会主義運動を行うのは誤りであり、今後は天皇を尊重した、共産主義、社会主義運動を行うという内容であった。この声明は、世間や獄中にあった、運動家に大きな衝撃を与え、大量転向の動きを加速させた。拷問による転候もあったが、警察官や思想検事に、 故郷の両親は泣いているぞ、などと情に訴えられる精神的な方法で説得されたものもおり、転校した学生は大学当局や文部省から復学を進められ、社会復帰のために司法省に保護されて、内務省や特攻警察官から就職も圧線されるなど様々な好条件で懐従された。しかし、日本共産党などの活動は、 大衆との結びつきが薄く、インテリ層を中心としたものであったため、活動が大衆の生活や要求と有利していることに悩み、運動から離れたものも多かった。転校しなかった194名が拷問で殺され、1503人が獄中で病死したとされている。昭和前期にシアニー時法違反容疑で検挙された者は7万人を超えると言われるが、 多くの者が天候の制約書を書いた。最後まで主義を貫いたのは、日本共産党でも、徳田九一、宮本賢治、袴田里美などごく少数であり、ほとんどの者が共産主義を放棄し、転向した。当時の日本で、主に国家社会主義への転向者が多かった背景には、統制経済政策に代表されるような、全体主義という点では、ソ連型社会主義も、 国家総動員体制も共通項が存在したためと言える。また、転校したものの中には、満州国に理想の新天地を求めて大陸に渡ったものも多い。元プロレタリア作家の山田聖三郎は、満州で文学運動の一翼を担い、大町徳造は、満州建国大学の教授となった。戦後には、佐野や鍋山、平林太古らのように、 反共主義の立場を維持した者もいたが、中野茂春やサタイネコらのように過去を反省して、再び日本社会党や日本共産党に入り、社会進歩の運動に参加した者も多い。逆に、福田正義などのように転向していた過去を隠していたとして、批判を受けた者もいる。特に、文学の分野では、 天候問題をテーマにした作品が多く書かれ、村山智義の、白夜、中野茂春の、村の家などが知られ、島木検索の小説、生活の探求は当時、ベストセラーになるほどであった。この中では、農民運動に参加し、検挙されてから、実際の運動から離脱して、文学の道に向かった島木と、文学者として、 プロレタリア文学運動への弾圧によって転向した村山、中野とは位相の差があるのだが当時は人しなみに転向文学として扱われた近代日本思想史上に広く見られた現象として転向を捉えることもある例えば幕末に上位を叫んでいた倒幕側の指導者が政権に就くと一転して王家政策を取るようになった 思想家でよく知られる例では、加藤博之が、啓蒙主義の天付人権論から、国権主義的な社会進化論に主張を変えたことや、三国干渉に衝撃を受けた、徳富祖宝が、平民主義から国家主義に転じたことなどがある。また、1960年の安保闘争や、平和運動で活躍した、 社会学者の清水育太郎が日本予告語れで日本の核武装化を主張し人々を驚かせたこともあった。日本共産党員、社会主義者であったが離党し反共主義の立場に転じた人物には第二次大戦前は佐野学部、鍋山貞ちか、田中清春、水野修雄赤松勝丸、赤尾里氏、吉川光貞、戦後は林健太郎、 渡辺常夫、香山健一、佐藤聖三郎、伊藤隆史、西部進、藤岡信勝、佐藤勝美、筆坂秀夫、兵本達吉、篠原常一郎らが天候の事例として挙げられている。内閣総理大臣を務めた、近江文丸と、岸信介は、学生時代に、社会主義に傾倒するも、その後は、反共主義的な政治家となった。 明確な反共主義者ではなくとも、猪瀬直樹、森田実、長谷川慶太郎など、学生運動や、共産党から離れ保守寄りになったという人物は多い。その他、保守論壇とされる中でも、長谷川幸宏、末延吉政など自身を、元左翼と名乗る人物もいる。岡崎久彦は、佐野学と、鍋山育ちの転向の理由は、 労働価値説など社会主義理論の根本に対する疑問からではなく、主として天皇制に関するもので、誰も社会主義の根本原則は譲っていないとし、プロレタリア国際主義を批判し、階級より民族国家を重んじた、戦前の天皇者や無産政党は、ソ連、中国などの社会主義国家自体が歩んだのと同じ、道を歩んだだけで、スターリンの下でのソ連や、 革命後の中国が正当的な社会主義であると主張し得るのならば、彼らもまた正当的な社会主義者であることを主張し得るし、現に主張したとしている。鈴木国夫や天宮花林のように民族派から革新側に逆転向するケースもあるが、右派の運動家から左派に転向するものは少数で例外的な存在である。そのような指摘がある一方で、転向が 古今東西から広く見られる現象であることは確かである。古代ローマでは、共和派が帝政派に変わることがあった。古くは、革命家から反革命に転ずる者がいる。例えば、ナポレオン・ボナパルトはその典型である。ナポレオンは、もともとは、革命家のマクシミリアン・ロベスピエールの熱烈な、支持者であった。しかし、テルミドールの反動で逮捕された後、 帝政派に転向し、世界に名を轟かせる皇帝となった。近代警察機構を築いたジョゼフ・フーシェは、ロベスピエール支持者から反革命に転じていくども、政権を渡り歩いて、警察権力を振るった点で転向者の典型と呼べる。16世紀には、宗教改革を行ったマルティン・ルターが、反カトリックの観点から当初は反ユダヤ主義を批判し、ユダヤ人に同情していた。 しかし、ユダヤ人のキリスト教への改修がうまくいかなかったため、ユダヤ人に失望し、一転して、強固な反ユダヤ主義に転じ、著書、ユダヤ人と彼らの嘘についてで、ユダヤ人の迫害や奴隷化を主張した。20世紀ではファシズムを創立したベニート・ムッソーリーニは、イタリア社会党の左派出身で、当初は、共和主義や社会主義の傾向の強いファシストマニフェストを、掲げた。 ナチスも、ヘルマン・エッサーや、オットー・シュトラッサーのような社会民主主義者からの、転校者が少なからず党内の有力者であり、アドルフ・ヒトラーも政治に関わり始めたのは、社会主義革命政府である、バイエルン・ソビエト共和国で評議員になってからである。アジアでは、中華民国の小渓国、大韓民国の牧世紀、南ベトナムのグエンバン中といった、 冷戦時代の反共主義的な独裁者の一部は共産主義者からの転向者だった。21世紀では共和党のブッシュ政権でアメリカ合衆国の派遣主義と対テロ戦争を推し進めて有名になったネオコンもトロツキストや民主党のリベラルホークから転向したとされており、それ以前の世代でもバリーゴールドウォーターや ロナルド・レーガンが民主党から共和党に転向したとされ、ブッシュ政権以降のドナルド・トランプもかつては民主党に属していた。また、アメリカに対抗して、プーチン政権でロシア連邦の覇権主義と心霊戦を推し進めた、ネオ・ユーラシア主義者はスターリニストからの転向とされ、プーチン自身もかつてはソ連共産党に所属かつ共産主義に魅了された過去を述べている。 このように天候はグローバルに見られる現象と言える。思想検事 P31P32P43 桑尾光太郎左翼学生の天候と復学東京帝国大学における事例東京大学史起用1から202006から03桑尾光太郎天候学生の復学と その後、東北帝国大学、京都帝国大学における事例、東京大学史、起用1から16、2009から03、思想犯保護観察書を設け乗り出した、司法省東京日日新聞、1935年10月2日。左翼天校者の身のぶり方に、内務省一肌脱ぐ、全国警察署に、職業紹介係設置、大阪毎日新聞、 1935年4月23日、文化評論1976年、臨時増刊号、岡崎久彦、重光、統合とその時代 PHP 研究所、2001年、66ページ。ISBN978 から45億6961万6643。岡崎、重光、統合とその時代、67ページ。 岡崎、重光統合とその時代、68ページ。1922年3月24日付、ミュンヒナーポスト、オットーシュトラッサーチョ、フライト・フロム・テラー、ハット・イアン・カーシャー、ヒトラー、1889-1936、シュトゥットガルト1998、S164 デビッドクレーラージ、ヒトラーズ・ミュンヘン。 アオフシュティック・ウント・フォール・デア・ハウプ・チャタートデア・ベベー・グング、ミュンヘン2001、S159、ジョゼフ・シューシル・バーナー、ソジアル・デモクラーテ・ウント・ナチシオナル・ゾショリスムス、ハイル・ディル。ラッサール、2013、村田・コウジ、レーガン・中高新書、P108、プーチン、アイ、like ・スティル・ライク・コミニスト・アイディアズ、ベリー・マッチ。CNS、HTPS t。 www. くんす news.com ニュースアーティクルパトリック・グッド・イナフプーチン・ヒズ・コンミュニスト・パーティーメンバーシップカード・アイン・スティール・キープ・イット・ホーム2019年3月14日閲覧ありがとうございます